目 209V4 メッサーシュミット目209は第二次世界大戦時にドイツで試作された単発プロペラの高速記録機、戦闘機である。高速記録機とそれを戦闘機化した V1 から V4 までの目209と BF109 の後継機として全く異なった設計で開発された V5 からボルト7までの目2092が試作されたが、 結局どちらのタイプも実用化されずに開発は中止になった。クラックフに現存する目2 0 9 v 1の胴体、メッサー・シミット社は1937年から世界速度記録を樹立させる計画を開始したが、これに対してドイツ航空省は目2 0 9の正式名称を与えた。試作第1号機、V1 は1938年8月1日に第2号機、 V2 は1939年2月8日に初飛行を行った。開発された機体は DB601A エンジンを速度記録用に特別にチューンアップした d b 6 0 1 r ジエンジンを搭載した。このエンジンは瞬間的に 2300HP の出力を出すことができたが初飛行時には完成が間に合わず DB601A エンジンで飛行が行われた。 機体は全長、全幅とも10メートルに満たないコンパクトさで、できるだけ空気抵抗を減らすよう成形されていた。また空気抵抗を嫌い、エンジン冷却は主翼外反での表面冷却方式を取った。この方式のため大量に冷却水を搭載せねば、ならず、エンジンの稼働時間はわずか30分ほどであった。1938年4月26日に、 d b 6 0 1 r ジエンジンに換装した V1 は直線飛行の速度記録に挑戦し、それまでに HE100 が記録していたレシプロ陸上機の速度記録を更新する時速 755.13km を記録した。この記録は公式には30年間破られなかった。なお、v 一は宣伝賞により目1 0 r と名付けられ、諸外国に b f 百九を 過大評価させる偽装工作に利用された。驚異的な速度性能に喜んだ空軍は、試作3号機 V3 のテストを継続する一方で、この高速記録機の戦闘機化を命じた。これに従って製作された4号機 V4 は、DB601A エンジンを搭載し、トラブルの多い表面冷却をやめ主翼仮面に、通常型のラジエーターを備え1939年に、 初飛行した。しかし、元が速度一辺倒で設計された機体だけに実用機として使用するには問題が多く、肝心の速度性能も機体の回収や武装によって機体重量が増加したため BF-109E を下回るまでになった。そのため今後改善の見込みがないとされ、開発計画は中止となった。試作2号機 V には、 冷却機の不調が原因で1939年4月4日に墜落している。目 209V 5の3面図 BF109 の後継機として開発した目309が失敗に終わったことからメッサーシミット社では1943年の中頃から新たな BF109 の後継機の開発を開始した。この機体には目209-2の正式名が与えられ、 試作第1号機は目 209V5 と命名されたが、速度記録機であった V1 から V4 までとは全く別の機体であった。V5 はエンジンは DB603A に環状ラジエーターを組み合わせたものを BF109G 型の胴体に装備し、主翼は BF109 より延長して高高度性能を向上させた。また、主脚は内側に引き込む形を取った。 機体部品は BF109 と65%共通化し、開発期間の短縮を図っていたが、方向安定不良による尾翼の回収や、重心位置修正のために、主翼取付位置の変更等、回収を繰り返した結果ほとんど共通性がなくなってしまった。V5 は1943年11月に、初飛行始祖の 5DB603G に、 エンジンが乾燥され性能試験に供されたが、最高速度は時速 669km にとどまり、航空省は BF-109 の生産ラインを切り替えてまで量産する価値はないとの決定を下し1944年4月開発中止となる。その後連合国軍の空爆によって破壊されてしまった。1943年末に完成した V6 は、 ドイツ航空省からの指示により、ジュモ213エンジンを搭載し1944年4月に初飛行した。V7 は DB628 エンジンの開発が遅れてしまい、代わりに d b 6 3 g エンジンを搭載した形で1944年6月に初飛行した。ありがとうございます。